近鉄鈴鹿線全面展望。名阪、名医を結ぶ名古屋線との接続駅、伊勢若松にやってきました。工事中で外観がわからないですね。三重県を代表する都市、鈴鹿市を走る鈴鹿線は 8.2 キロの路線。終点平田町は世界のホンダ、本田技研工業鈴鹿製作所にも近いですね。では、鈴鹿線に乗車です。近鉄をご利用いただきありがとうございます。この電車は平田町行き普通電車です。発車までしばらくお待ちください。次の柳でお降りのお客様は乗車券をホーム出口付近備え
用いただきありがとうございました。宮田町です。この電車はこの駅までです。お忘れ物のないようご注意ください。左側の扉が開きます。ご注意ください。This is 平田町。Station number L33. This is the final stop for this train.乗ってきた2000系は伊勢若松に向けてすぐの発車。ちょっと寂しい車止めが見えます。かつては一面2線の駅だったんですね。まだ敷石も残ってますね。そして次の列車2000系が入線してきます。1979年昭和54年製造の古さを感じさせない車内ですね。では伊勢若松駅に乗車します。近鉄をご利用いただきありがとうございます。この電車は伊勢若松駅普通電車です。発車までしばらくお待ちください。近鉄をご利用いただきありがとうございます。扉が閉まります。ご注意ください。
綺麗に咲いて写真を撮る方も多く見えましたね。